はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。いやいやいや、さっきですね、別の動画でですね、第二段階はですね、銀行の取り付け騒ぎでせーって言うてて、そこまで行ったらですね、第二段階でですね、ちょっとやばいでという話をしていたらですね、来てるやんもうという感じですね。大期限に乗ってました。なんと昨日4月1日に出た記事でして、また銀行からお金を引き出せない、市民が抗議中国控訴訟というタイトルの記事でございまして、本文はこんな感じですね。中国各地で銀行に預けたお金が突然引き出せなくなる事態が相次いでいる。しかも銀行は一切責任を負わず、窓口に押しかけた人々を追い返そうとする。すっごいひどい話だ。先月28日、控訴訟炎上市にある炎上平安銀行から年金が引き出せなくなったという複数の高齢者が銀行の中で抗議を行っていたことを示す複数の動画が SNS などを通じて拡散されている。中国各地で銀行に預けたお金が突然引き出せなくなる事態が相次いでいる。画像はお金を引き出せなくなったとして平安銀行内で抗議する市民、3月28日 SNS。 ちょっとなんか座り込んだはりますね、うん、はい、中国各地の情報を発信する著名なツイッターアカウント、李先生はあなたの先生ではないによると、老人たちの年金は今まで3ヶ月もの間一銭も引き出せない異常事態にあったが、銀行幹部は時間稼ぎをしているだけで全く問題解決で動かなかったという。高齢者がですね、年金引き出せないと日々の生活どうなさるんでしょうね。年金を引き出せなくなった預金者の中には、癌を患っている家族の治療費を支払えずに困り果てている人もいるようだ。扉に平安銀行とある動画の一つの中には、病で横たわっている家族と共に銀行内で預金を引き出せないことに抗議するシーンもあったが、抗議する中年女性の市民は銀行の出入り口付近に自宅から持参してきたと思われる布団を敷き、その上には女性の家族と思われる高齢男性が横たわっている。うわ、なんか悲惨ですね。はい、うわ、平安銀行は中国保険大手の中国平安保険、これを保険大手ですよ、向こうの2番目か3番目ちょうどかな、系列の銀行で深圳を本拠とする商業銀行である。一時ね、日本のね、マンションデベロッパーもですね、傘下に入れてましたね。関連話題をめぐっては、私あるいは私の家族や友人たちも銀行からお金を引き出そうとするとあれこれ口実をつけられて阻止されるといったコメントが相次いだほか、平安銀行だというのにちっとも平安じゃないとの痛烈な皮肉まで寄せられている。23年12月23日去年の暮れですね、河南省のこれは宇宙かな、うさぎと書いてますね、宇宙建設銀行で預金を引き出せなくなったとして複数の預金者が銀行前や銀行内で抗議した。 SNS 投稿動画よりスクリーンショットと、まあこれキャプションですね。これは24年1月16日貴州省にある農村消費協同組合で預金を下ろせないことに怒った預金者たちが乱入し、店内をめちゃめちゃに破壊する事件が起きた。画像は店内が破壊された同店の様子と。そりゃ怒るやん、そんな。まあこういう記事でございまして、これはですね、一つや二つではなさそうですね。この大期限を掴んだだけで3つ4つ5つ6つあるわけですから、多分何十とあるでしょうね。今中国中でこれが起こってるとしたらですね、確実に今第2段階に来てますね。第3段階にですね、行く。これはですね、この社会の創造といいまして、私の考えではですね、もうそのですね、あっちゃこっちゃで天安門事件が起きるんですよ。
で警察が出動するんですけども、なかなかこれが収まりきらないという状態になるのがその次でして、その前に第2段階で私が想定しているのは大手企業のデフォルト倒産状態ですね。これはまだ起こってませんね。不動産以外の企業ですね、でもそろそろ起こっても不思議ではないという感じですけども、多分これね、この預金が引き出せない事件はですね、解決のしようがないんですよ。金です。いつも言う通り、この手のですね、騒ぎを収める一番いい手段は金です。ちゃんと預金が引き出せるようになればいいわけです。でも銀行にはその金がないということでしょう。もうなんと言いますか、この他の国では考えられないような事態がですね、起こっているわけですね。先進国でこんなこと起こったら超大変ですよね。でも起こってるわけです。いやこれね、思ったよりも、さっきも別の動画で言いましたけど、思ったよりも早いかもわかりませんね、中国共産党の崩壊というのがですね。第3段階までいったら、つまり社会が騒状になると、そういう騒乱状態になると、つまり天安門事件みたいなのが各都市で起こるということですね。そうなるとですね、多分中国はですね、インターネットを全部止めると思うんですよ。もう見れない、メールも打てないみたいな、そういうことになるんちゃうかなと。それをしないと収まらんでしょう。ほんでも各国撃破でですね、そのやっていくと、それぞれのデモや抗議行動をですね、警察力で鎮圧するということですね。であんまり大きくなると、そこは軍隊ですね。まあそれで収まりはいいですけどですね、そのこの人たちって要はお金がないわけでしょ。お金がないっていよいよね、変な話、食えなくなる状態、がんの治療ができないから一歩進んで明日のご飯がない状態になったりするとですね、それはえらいことですよ。何度も申し上げている通り、中国の王朝が変わる時っていうのはですね、食えなくなった農民が暴動を起こしてですね、反乱を起こすというのをパターンなんですよ。でそれは最初のうちはそれを抑え込んでるんですけども、そのうち抑えきれなくなってですね、それがですね、襲いかかってきて、最後はですね、皇帝がですね、逃げるか殺されるか、退位するかになるというのは従来のパターンなんですけど、もう今近代化してですね、武器が違いますから、機関銃とか大砲でもあればですね、そういうのは抑え込めるんですけどね。それにしたところでですね、治安維持ができなくなるというのは大変なことだと思いますよ。で、要は最初は警察力で、その次は軍隊ですけども、まあ言うことを聞いてるっちゃいいんですけどね、警察や軍隊が。でも警察官にも軍隊にもですね、自分の家族や親戚がいて、その暴動側に入ってる人もいるわけでしょう。いやいや俺そんなんて、いやいや俺出えへんとかっていう人も出てくるわけですよ、警察や軍隊の中には。もうそこまで行ったらもう末期症状ですね。どうなるかは分かりませんけども、すでにもう第2段階に入っていることは確かであってですね、いつ第3段階に行くんやろうなという感じですね。で基本的に金がないと解決できない問題ですから、その金はどこにもないという状態です。これですね、中国のいけないところでですね、こういう都合の悪い情報は多分習近平の耳には届かないんですよ。僕らの方はむしろよく知ってるかもしれません。習近平は情報端末を操れないんですよ。だから部下の報告しか聞いてないわけですよ。だからですね、一般人の方がですね、状況の悪いのをよく知ってるのかもしれませんね。あるいはそのこういうですね、中国系の情報サイトを見ている中国以外に居住している人たちの方がですね、情報が早いかもしれませんね。それはいいんですけど、ちょっといたたまれない状況になってきましたね。はい。ということでですね、今読みましたページですね。また、銀行からお金を引き出せない市民が抗議、中国控訴訟と。という記事でございました。一応このですね、記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。